暴露されている標準下駄第1代戸川橋梁は、滋賀県高架市滋賀市柴楽町直市の大戸川に架かる鉄道橋である。柴楽高原鉄道柴楽線の直市駅と玉景寺、前駅間、玉景寺前駅より200メートル北側に位置しており、高賀市が維持管理している。1953年の集中豪雨により、三連の上地番桁であった橋が流出したため、 中間に橋脚を作らないスパン30メートルの橋を作ることとなり、1954年に竣工した。日本初の本格的なプレストレストコンクリート橋である。師匠にはコンクリート製ロッカー靴が採用されている。フランス人技師、セルジュ・コバニコの基本設計をもとに、日本国有鉄道の大阪事務所次長であった、ニスギー・ワオラが実施設計を行った。 元橋の設計、施工にあたり国鉄のコンクリート技術者により様々な研究、検討が行われ、その後のプレストレストコンクリート橋の発展に大きく寄与した。コンクリートの乾燥収縮などの影響を除くための標準桁が元橋の北東側に暴露されている。施工後30年が経過した1984年に耐久性の調査を行い、 外観上ひび割れの変状が見られず、クリープ変形による反りが、設計時の予測値と、ほぼ一致していることが確認された。また、2007年に、コンクリートの品質と耐久性を検証するため、標準下駄で様々な分析が行われ、中性化が全く進んでいないこと、透過係数が極めて低く、品質が高いことが確認された。2008年に、 しがらき高原鉄道第一代戸川橋梁の名称で国の登録有形文化財に登録された。2021年国の文化審議会は第一代戸川橋梁を重要文化財に指定するよう答申した。今後、官報での告示を経て登録有形文化財から重要文化財へ登録が変更される予定となっている。ありがとうございます。